さあ、カメラこっち向きにしてね。まあせっかくなんでね、帰るまでの間も、暇ですしね、雑談の続きでもしてこうかなと思います。何の話してたっけ？忘れっぽいからいけませんけどね。これ、デイリーだけあれか。ちょっとシビアかな。交差点のど真ん中にあるのね。まあこれ、あれね、まあ、続きにしてあると思いますけど。ちょうどさっきの不思議な自販機、いや再の自販機だったんですけどね、多分あれですよね、無人販売でやるようなやつをこれのロッカータイプにしたのかなっていう感じですよね。進化したとも言えるし、シンプルイズベストとも言えるし、ある意味絶妙かもしれませんね。で、なんだったっけ、あそこで飲みながらね、アールコーヒー飲みながらね、進めていってますけど、そこではある意味この地方に住んでる特権ですよね。今回その東海3県でしたっけ、愛知岐阜三重でね売ってるっていうことでね、いいですよね。スペシャリティコーヒー、単純にね、その、まあもちろん東海オンエアも好きなんでね、それも込みでありますけど、スペシャリティコーヒーワンコイン以内っていうのがね、全然魅力ですよ。うん。だから、どうなんだろう。普通に、多分、コーヒーの、その、缶コーヒーのね、感覚で考えると、380、いくらでしたっけですよね。そう、日本買ったらちょうど777円になるんで、あれこれを狙ったのかなと思ったんですけど、ちょうどね、で別18円になるんで、ちょうど買うと7円になって777円になる、37になるっていうんでね、両方1セット1個ずつ買うとっていう風になってましたけどね。そのこのそのスペシャリティ今回もパナマ芸者10% 配合しようで、いわゆるなんだ缶コーヒーの感覚で考えたらね、このちっちゃい、ボトルサイズのやつで、388円でしょ、クラフトボス、3本は買えるよねっていうお値段でこの量でしょっていうふうに考えたら、全然お得じゃないじゃんっていうふうに多分、ね、感じる方も多いかなと思うんですけど、うちの感覚でいくと、いやスペシャリティコーヒー、このクオリティのコーヒー、これで手軽に飲めて、で、しかも、388円だったら、米田、あ、今ちょうど米田コーヒーの前に通ってますけど、米田コーヒーと同じぐらいの、ね、値段しよう。米田の方がさすがにちょっと安いか。でもまあね、喫茶店でコーヒーを飲む、普通の喫茶店でコーヒーを飲むぐらいの価格で、スペシャリティコーヒー、ダメか。きついな。これ本当にスマホを無理やりこれ財布とあれで挟んでね、高さ調整しとるんで、もう簡単にバタンって倒れちゃうんですよね。ちょっとの段差で。っていうところなんですけど、なんだったっけ、あのスペシャリティコーヒーがあって、普通の喫茶店でコーヒーを飲む価格でね、コンビニで手軽に買えるって、実はとんでもない革命ですからね。びっくりしましたもんね。ってことでね、そう。コーヒーを普段飲まなくて、どっちかというとその紅茶を飲むっていうのは、どっちかというとミルクティーとかそういったの方なんか好きっていうのがあるんですけど。なので、逆に言うとこの、やつはめちゃくちゃ好きなんですよ。なんだろう、本当うまいことブランディングに成功してるなと思いますよね。まあ分かりました。今後10年ぐらいでどうなっていくのかなっていうところを見据えてみるのも面白いところではあるんですけどね、このアールコーヒーとかね。他の YouTuber さんもいろいろと最近は事業をされてるよっていうケース
多いじゃないですか。まあね、ヒカルさんとか有名ですけど、うん、ヒカルさんも、そのリザードって言って服でね一つ、こう確たるものを作って、でその、ブランドのリザードで、さらにね家具とか、そういったところで生活に根付いたものにどん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 とあのフューチャーしていくって言ってね、基本コンセプトのその、いい素材のものを作って、それをねあのハイブランドレベルのその素材のものを、より求め、買いやすい、価格帯にするっていうのでね、基本的にこのいう戦略っていうのは結構普通に事業としてね成功するパターンとしてあるのはあるんですよね、うん、っていうところに行くと、このね、りょうさんのところっていうのもね、一つそれに近いですね。そのハイブランド、あんまりスペシャリティコーヒーって流通量の、少ないところでやってるやつなんで、だから最上生産すごく、ボトル云々もありますけど、まあまあ、豆の調達とかもね、うん、大変だし、うん、価格面とかっていうところで見てもね、うん、すごく、それは、相当、バイヤーさん、買い付けのバイヤーさん相当頑張ったんだろうなというのはね、必死と感じますけど、一応ねスーパーの、まあ、私は商品部にはいなかったですけどね、そういった大量買い付けのね、ところとかっていうのをね、多少ね、見聞きは、してました。多分一般のね人よりはちょっと近くでそういったのを、感じることがある人間だったんで、いや相当あのデリバリー量を確保してっていうのでね、いうところでは相当、大変だったのだろうなと思うんですけど、とはいえ一番そこからさらに大変なのはこの価格帯のものを売るっていう時にね、なかなかその一歩踏み出すのって難しいんですよ。特に今の日本ではね、どうしてもあの高価格帯のものが売れにくい、不況下ですんでね、ずっと、慢性不況っていうのは本当に、価格が上がるだけでもうジエンドになってしまうっていうね、だ業界でもね、それこそシダックスなんてね、まさにそれで、品ね、クオリティ保とうというのでね、やってましたけど、まあ、だから基本的に人件費とかがかかるシステム設定系で組んであったんで、どうにもならんかったっすよね、あそこの場合は。うん、ですから、そのシダックスの跡地に入ると、うん、同じその低人数で回せるように組んである店舗のシステムと、が抜本的に違うんで、非常に苦しい、ですから招き猫さんとかそういったところから入っても、シダックスの店舗だと大変だよっていう店舗スタッフがねなかなか大変だよっていうね、ことはあったりするらしいですけど、うん、っていうような感じでね、基本的にその、ローコストでねやるっていうのをね、出ないとなかなかそもそも手に取ってもらえないよっていうね、いうことが、よく言われるところではあるんですけど、まあ、そんな中でね一つその、ですからその一昔前だったらそれの付加価値をつけ方として二次元とのコラボとかっていうのは結構あって、そうするとねあのお宅では高くでも買いますから、まあね、ホイホイしまされますけどね、容易にホイホイされるわけですけどね、っていうようなところでその付加価値の付け方の一つとしてあったんですけど、新しい形ですよね。その、YouTuber、人気 YouTuber さんのそのところの、ブランディングっていうところが入ってきて、そこで付加価値をつけたら、そのここにおいて、実際にそのスペシャリティコーヒー、今回もパナマ芸者が入ってたり、いうようなね、ところとかをやっとって、うん、っていうようなことをね、つけて付加価値をつけて、それで、単価向上につなげるっていう、ことは、うん、できるっていうのは、これ成功すればすごくその日本のマーケティングにとってすっげえ大きいことになってくるんですよ、うん、でちょうどこのボトルコーヒーって確かに一番盲点だったというか、どこも今のところ覇権を握ってないところなんですよね、うん、いわゆる街カフェコーヒーみたいなやつで行くとセブンカフェがあって、
いわゆるコーヒー市場という意味では、そのコンビニがコーヒー市場においてどんどんその勢いを増しているのは間違いなくて、っていうのがあるんですけど、そこのところも、ローソン、強いのはローソンとセブンイレブンなのかな。ちょっとファミリーマートが、とミニストップがちょっと、ちょっと弱いのかなという感じがしますけど、ことボトルコーヒーに関しては、であと普通の缶コーヒーとかセブンプレミアムとかもあったりとかって言ってね、自社ブランドのところでって言っていろいろ展開してもらいました。このサイズのあのところに並んでるようなコーヒーっていうのは、紙パックのやつではあったりしますけど、ペットのこういうのでは実はあのどこが覇権を取るとかっていうのがない状態なんですよ。そんな中でこんだけブランディングができる商品がね出たっていうので、そこを目つけたっていうのはセブンイレブンさんすごいなと思いますし、かなり話題性にもなりますもんね、やっぱし、うん、でセブンイレブンの担当の人がね、山田さんらしいですもんね。山田さんが作って寮なんだから、もう山田寮が作ったようなもんでしょ、これ。怒られるな、これは絶対怒られるな、あかんな、っていう、ふと思いながらね、いやもうこれはね、私が作ったと言っても、過言ではありますけどね、うん。